です。今日もね、いただきましたけれども、これ富士山と限らないですか？そんなことあります？富士山じゃないんですか？あ、磐梯山とかですか、もしかして？あ、そっか、人思い思いの山があるということで、皆さんもね、地域のお住まいのね、お近い近くの山を連想してください。富士山のイメージありますけれどもね、違うかもしれないですもんね。山と桜のバンダナです。これ白い丸は月？太陽？どっちなんでしょうね。まあ、山と桜のバンダナということ、私も富士山かと思ってました。富士山じゃないですか？あとはですね、こういったプレゼントをご用意してます。あ、ちなみに設定があったみたいで、あなたの地域の山なんですって。だから、あー、やっぱそうなんですね。じゃあ皆さんどうですか、この山だったら何山ですか？桜島？あー、なるほど、地域の特有の山をイメージしてるってことなんですね。勉強になりました。皆さんの方がお詳しいんですね。なるほどね。あとはですね、カトラリーもご用意しておりまして、こちらです。どうでしょう、カトラリーもいいですよね。お弁当を使う時にもいいですし、こんな木製の、はい、カトラリーとなっていて、フォークとスプーンとお箸がついておりますので、ぜひ皆さんも、はい、ご活用いただきたいと思います。檜山って山ですか？作ってみたいですね。カトラリーがいいと。職場でも使えますからね、ピクニックにもいいねといったコメントも来てますけれども、ぜひお使いいただけると嬉しいですね。この可愛いんですよ、ロゴも桜色になってるんですよ、ピンクで。女性にも男性にも使いやすいような見た目と思いますので、使っていただきたいですね。私思ったんですけど、これバンダナとこうカトラリーこう巻きつけて使うのもいいですね。そうですよね、お弁当とカトラリーですから、ほら、かわいいですよ、これかわいいですよね。こう使うとすごくいいと思うので、ぜひ皆さんもね、お弁当を選べたんですけれども、自分のクラスの歌を忘れちゃったんですけれども、他のクラスの歌がすごく印象残っていて、レミオロメンさんの3月6日でしたっけ、レミオロメンさん、もし日付間違ってたら、ここちょっと調べていいですか？あ、ここかな。ここの顔でした。ここの顔か。3月6日じゃない。9日ですか。逆さにすれば3月9日ですね。3月9日を選んでいるあのクラスの、ね、方がいて、すごく感動的でした。合いますよね、卒業式に。ということで、ぜひ皆さんも3月9日に卒業式の思い出を思い出してみてもいいですね。ということで、いただいたリポートをご紹介していきました。今日もありがとうございました。皆さんも部屋散らかっている方いらっしゃいましたら、片付けてお休みください。今日もご参加ありがとうございました。朝はだんだん天気が回復して、日差しが戻るところが増えそうです。気温も上がりますので、気温のアップダウンに気をつけて、お過ごしいただければと思います。では今晩もおやすみなさい。